フレスコがイコン、復活。現在は、カーアリエ博物館となっている、ホーラ修道院の聖堂内、湾曲した天井に描かれている。シュハリストスがアダムとエヴァの手を取り、地獄から引き上げる情景を描いたもの。この、ハリストスの地獄ぶりのイコンが、聖教会においては、復活大祭のイコンとして定着している。変国へのキリストの効果。地獄効果とは、 変国への降下を意味するという中世ローマカトリックにおける最も一般的な解釈により描かれている。キリストの地獄への降下とは、キリストが死後地下にある死者たちの国を訪れたと、キリスト教において信じられている事柄。特に、ペテイロの手紙13時19分が聖書に記されている箇所として言及されるほか、同じく、ペテイロの手紙14、6、また、 エフェソの信徒への手紙4、9にも記されているとされる。現代聖書学の場面では、同性書箇所を地獄ぶりの根拠とする解釈を認めないのが通説とされるが、聖教会においては現代でも、同性書箇所をハリストスの地獄ぶりの根拠とする。本概念の故障としては案に、地獄ぶり、地獄効果とも言われるほか、読み効果、光線効果、光線ぶりといったものがある。 これは、キリスト教においてギリシア語、デルタイータの訳語に、地獄、黄泉、光線、冥府、ハデスなど、複数のバリエーションがあることを反映するものである。サタンの力を砕き、サタンが虜にしていた者たちを解放したという解釈においては、地獄効果は、地獄の征服と呼ばれることも多い。言及される聖書の箇所及び大枠の理解においては、 教派を超えて共有されている部分もあるが、教派ごとに見解の差があるため、ここでは教派ごとに見解をまとめる形で証実する。復活、地獄ぶりの遺恨傾向女が墓に来た場面を描いた、遺恨聖協会において、イース・ハリストスが十字架で死んで埋葬されて、後、例にて、地獄に降り、地獄に行った義人を解放して天国に入らせたことが、信じられている。聖書箇所としては、 ペトルゼンショ3時19分、同ペトルゼンショ4、6、エフェスショ4、9が挙げられる。聖教会の復活のイコンにおいて、主流とされるタイプは2つある。地獄ぶりのイコンは肉体における、ハリストスの復活に先立つものとして描かれ、主の体の復活に次ぐものとして、傾向女たちが墓に来た姿が描かれており、この2つのイコンが互いに保管し合っている。すなわち、 地獄ぶりのイコンは復活のイコンとして扱われている。地獄ぶりのイコンにおいては、イース・ハリストスは白色もしくは金色の服をまとった姿で描かれており、地上における衣服と異なる様は、地上での活動と異なる方としての、神聖の光、復活の光をハリストスが発していることを示している。ハリストスは破って開けた地獄のドアを踏みつけ、地獄の力を象徴する鎖、鍵、 釘は粉々になっており、多くの場合ドアの下にはサタンが描かれている。ハリストスの左手には、ペトルン書の内容と一致した、復活の説教の巻物か、もしくは死に対する勝利のシンボルとしての十字架がある。右手は、墓からアダムを助け起こしているが、これは一人、アダムだけを解放することを意味するにとどまらず、死を持ちつつ救世主の到来を待ち望んでいた。 人々を解放することを意味している。アダムとエヴァの他に、図像の左右には、旧約聖書の偽人たちが描かれる。別のタイプのイコンでは、ハリストスは、両手それぞれで、アダムとエヴァを引き上げているように描かれる。福音書及び、聖教の伝承は、ハリストスの復活の瞬間について沈黙しているため、伝統的に、ハリストスの復活の瞬間については、 聖教会はイコンに描いてこなかった。ハリストスが復活して、墓から出る場面を描いたイコンは、聖教会にもないではないが、西法教会の影響を受けた所詮であるとされる。聖教会の格式当初にも、地獄ぶりにかかる理解が述べられている。ハリストスよ、何時は地獄に降り、繋がれし者をかごむる、生成の鎖を破り、三日にして、イオナがクジラよりで出子ごとく、墓より、 復活せり。聖教会の祈祷文、復活大祭総価規定第六箇所をイルモセゾーガタキハリストスよ。汝は、体にて墓にあり、霊にて神として地獄にあり、盗賊と共に楽園にあり、父及び、精神と共に、宝座にありで、一切を見てたまえり。聖教会の祈祷文、第四章、総価の手術の規定。 第一課小生協会において、ハリストスの地獄効果は、食材、和議と結びついている。アダムは廃藩の罪のために死んだため、ハリストスは、アダムと同じ新書まで手を伸ばさなければならなかったと、される。ハリストスの地獄への訪れは、髭の極地であり、光栄の初めであった。ハリストスは、地獄の上に勝利を告げているが、この勝利の声は、復活大祭における、 勝利の声と重なるものであり、肉体の復活、ハリストスの復活の光栄と切り離せないものであると、される。地獄効果はまた、ハリストスの謙遜の最終段階でもあったとされる。ハリストスの地獄ぶりにより、地の泥沼、毒物、お物の最新書を持ち上げ、天にアクセスする道を、全人類に開き、古いアダムを解放して罪闇、死の奴隷となっている。 全人類を解放し、ハリストスと一致して結びつく人々が、あ、地獄ぶりは、主に盛大土曜日に記憶される内容であるが、この内容の遺恨が、復活祭の遺恨として定着していることは、この遺恨が、死者のこれからの復活のあず像としてのニュアンスを含む、ものであることを示しているとも捉えられる。西方教会において、キリストの地獄への効果は、死と信情。 新しいオス心情に表明されている。しかし現代の西方教会においては、心情化されている教えであるにもかかわらず、その解釈が非神話化される傾向がある。キリストの読み効果は、死の現実性、悲劇性を象徴するものとして捉え直されてきたほか、現代に至っては、読みの世界でのキリストの死者に対する救いという、伝統的解釈は排除される傾向にある。カトリック教会は、 読み効果を、かつては、変国にいる偽人の霊魂を解放して天国に導くための行為であったと解釈するのが最も一般的であったが、そもそも現代のカトリック教会においては、変国の教えそのものにカトリック教会内で疑問が出されている。カトリック教会においてはイエズスは煉獄に行き、そこに閉じ込められていた魂を解放したと理解する者もいた。しかし、 カトリック教会においても、西方教会に共通する、キリストの読み効果についての、非神和化の傾向が顕著である。教皇ベネディクト16世は、神学教授時代に、キリストの読み効果を、孤独への効果であるとし、キリストが我々の究極的孤独の門を通り抜けたこと、その受難において、我々の見捨てられた存在の深淵にいることを象徴するとした。カール・ラーナーは、 読み効果を実存論的観点から捉え直し、読みへの効果の距離は、イエスの死が我々の死に囲まれた生の現実に連帯したことを意味すると述べている。キリストの読み効果を死の現実性、悲劇性を象徴するものとして、非神話化する傾向は、すでに、ルター、ツビングリ、カルバンに見られる。ルター派の和教信条においては、キリストの光線効果はキリストが死とサタンの力を、 滅ぼして、すべての信徒を地獄から解放するための行為と捉えたが、カルバン主義では、キリストが十字架上で信徒に代わって経験した、深刻な苦悩の表現と捉えられた。現代プロテスタントの神学者も、受難の悲劇性の徹底的深みとして読み効果を捉えるなど、非神話化の傾向を受け継いでいる。ありがとうございます。